皆さんこんばんは、MK です。マインクラフトパート204やっていきましょう。今回は自分の顔のお家作っていきたいと思います。何を言ってるのかわからないという方いると思うので、簡単に説明しますと、MK さんが普段使っているこのスキンあるじゃないですか。この顔の部分ですね。こちらを今回はテラコッタやコンクリートブロックを使って再現していきたいと思います。かつ中をお家にしていきたいですね。そこまでうまくいくかやってみないとわかりませんが、なんとか頑張っていきましょう。MK さんの顔は 8×8 ですので、まずはちょっと土台を作っていきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8で、1、2、3、4、5、6、7、8、こんな感じですね。そしたら今度は目の部分作っていきたいと思います。そして作っている間に一つお話があるんですが、 MK のゲーム実況チャンネル、なんとこの度総再生回数3億回を突破しました。いつも応援してくださっている皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。そしてまだチャンネル登録をしていないというそこのあなた、まだチャンネル登録していませんね。ぜひこの機会にチャンネル登録の方よろしくお願いします。登録したらコメント欄にチャンネル登録したよと書いていってください。そうすれば私個別で返信していきますので、そういえばまだ MK さんのチャンネル登録していなかったという方は、この機会にチャンネル登録の方よろしくお願いしますと言ってる間に、目の部分は完成しました。結構いい感じじゃない？現時点でも若干 MK さんっぽいですね。よし、じゃあ今度は髪の部分作っていきましょう。この髪のところがね、ちょっと難しいと思います。まずはこれが一番薄い色ですので、こうしてこうして、いや待てよMK さんもね、あんまりちゃんと見てきてないんだ。あんまりアップになってしまいましたが、あんまりちゃんと見てきてないので、ちょっとこう想像というかまあニュアンスでやっていきたいと思います。そしたらもう一個ぐらいこれでいいかな。で、こうしてこうこうみたいな、これで8ですよね。1、2、3、4、5、6、7、8と OKOKOK。 で、眉毛の部分は一番濃いブロックでいきましょう。そう、黒のテラコッタと書いてあるんですけども、まあ黒ってよりは若干茶色なんですよね。ですのでこれでもいいかと思います。こっち側にも足場立てようか。1、2、3、4、5、6、7、はいそして一番濃いところで眉毛を作って、で、危ないで、もう一個薄い色でここを作りましょう。そしたらまあこうしてこうこう、まあまあまあこの辺はコピーでいいかな。で、こうして、まあこんな感じかな。で、そしたら今度は髪の部分なんですけど、確かね、ここギザギザになってるんですよ、 MK さん。ほら、一番濃い部分とそれより一個薄い部分みたいなのが、交互になる感じですので、ここ壊して、ここが、ああ、ミスったな。待てよ。内側にもちょっと足場立てようか。結構これシビアな感じになってくると思いますが、こうして、で、こうして、こうして、こうして、あっぱぱ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 ぱ、こうして、こうして、こうなんだよね、確か。オッケー。こんな感じでギザギザになっていたと思います。そしたら待てよ。ここ一個薄い色眉毛でつけて、ここは普通に額でいいんだな。で、もう一段階までは、確かこの肌色で合っていたと思います。で、次からが髪、あった。次からが髪ですね。これ全面作るだけでもちょっと大変だぞ。で、こうして、こう。で、こうして、こう。いいよ。で、こうなって、こうだったかな。ちょっとこの辺はもう MK さんの想像になってしまいますが、確かこんな感じだったと思います。で、ここから今度は前髪の方を作っていきましょう。前髪ができれば結構 MK さんらしくなるんじゃないでしょうか。毛先からいこうか。ほい。こんな感じ。もう MK さんも雰囲気でやるよ。あんまりそう、シビアにやっても色数が足りないので、結局ほら全く同じみたいな感じにはならないんですよ。ですので、まあなんとなく合ってればっぽく見えるみたいなそういう理論でやっていきたいと思います。そしたら今度はそこの上がもう一段階薄い色、はい。で、一番濃い色をここに入れて、で、待てよ、こう来て、こう来て、こう。で、こう。で、こう。待てよ。
待て、落ち着け。あ、ぽい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 。ぽくなってきた気はしない？で、上のところか。一段薄め、一段濃いめか。一段濃いめにつけていきましょう。こう来て、こう来て、こう。で、今度は反対側。こっちができればかなりいいと思います。で、あー、つかないかな。ちょっと待てよ。ほい。で、もう一段階濃い色を差しで上につけていきましょう。結構完成近いよ、もう。もう前髪のところは完成近いですよ。で、ここかな？こう来てで、濃い色、オッケー！どう？どう？あ、合ってる。合ってるっぽくない？厳密にはできないので、こんな感じでいいかと思います。よーし、じゃあ今度は左右つけていきましょう。左右のところはほら、耳とかがあるので、耳見える。ほら。こんな感じ。耳の部分があるので、そこもうまく再現したいと思います。かつですね、厳密にはできないんですよ、これも。なんていうの？ MK さんの顔ってさ、こっち側前の面の色と横の面の色が一緒になってない時があるので、一段ちょっと多めにつけていきたいと思います。ですので、二段になってるから、ここが3でいいかな？ 3 で、で、1になって、で、この辺は削る。はい、ここ削る。で、今度は耳が入るんだな。で、耳のところが、1、2、3段。1、2の3、あ、4段か。4段にして、ポンポン。こんな感じじゃない？で、あとは普通に、あとは普通にこういう感じで髪をつけていきましょう。はい、オッケー。左右がコピーできました。なんか内側から見るとちょっと変ですね。家にするときはなんか中に敷きましょうか。そうしないとちょっと気持ち悪くなってしまいます。そしたら今度は後ろ側作っていきましょう。後ろ側はまあそんなにシビアにやる必要ないと思いますので、なんとか雰囲気でグラデーションかけていきたいと思います。まずはここをギザギザにして、あららら。ら。ちゃんと足場ブロック使いましょうね。で、そしたら今度は2段のところだけちょっと出っ張らせましょう。 OK。 で、ここの真下だからここか。はい、ここも2段にして、あとはこういう感じでグラデーションかけていく。で、こことここが一緒になってますね。で、ここがこうしてこうして、まあこれでもいいか。こう来てこうこうこうと。 OKOK、 いいよいいよいいよ。で、ここもいって、あったあった。1、2の3、4、5、6、7。こういう感じでこう色を、なんだろう、徐々に明るくして、また徐々に暗くしてみたいな感じで作っていくとうまくいくかと思います。で、ここがちょっとむずいんだな。うん、こうしてこうして、まあこんな感じで適当にやるか。こんな感じ。まあ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 、いいんじゃない。で、ここが一段階も薄くしちゃうか。で、薄くしちゃってで、でもここオレンジ入れちゃうか。先にオレンジ、オレンジで、で、こうしてこう、あー、なるほどね。もうこの辺は MK さんのセンスになります。ちょっと文字じゃ説明できない。こうしてこう、 OK。 うーん、ちょっとこの辺のギザギザが気になるという私はどうしようかな。ここの、でもここの上変えるとあんまり直線になるな。ここを、こうするか。よし。あ、ぽい。で、こっち側もじゃあ一緒にして、もう夜だ。早いよ、夜が。で、こう来て、こう、こう。で、一個このオレンジ入れて、こう、で、こう。あ、足りない。あ、あった。灰色のテラコッタありました。ということで、OK！後ろ面が完成しました。あとでちょっと微調整はしたいと思います。一回寝ましょう。結構もう作業時間経ってるよ。2、30分 MK さん無言でやっております。結構ね、いやこれ、設計図かなんか作ってくればよかったな。MK さん、今この自分の顔見ながらやってるからさ、ちょっと時間かかっちゃってますね。もうちょっとスムーズに作れるように、次からこういうことをするときは設計図を作っていきたいと思います。あ、でもめっちゃ良くない？なんか前から見るとめちゃくちゃ MK さんの顔ちょっと暗いけどね。ちょっとこの前髪で暗くなっちゃってる節はありますが、まあそこは一旦置いておいて、よーし、じゃあ今度は頭頂部行きましょう。ここをうまくできるかどうかで結構変わってくると思います。こう来てこう来て、まあここはこんな感じでいいな。で、こう来て
こう着てで、ちょっとこう濃いのもあってもいいでしょう。あ、危ない落ちないで MK さん。ちょっとしゃがみながら作業しましょうか。ちょっとこの茶色テラコッタの数が足りなくなってきたので、ここは調整しましょう。こうしてで、茶色テラコッタがこう来てこう来て、徐々にやんないといけないからこう来る。で、そしたあ、違う、間違えてるね。これいらない。あー、落ちちゃった落ちちゃったから、これ全部拾いに行きましょう。痛いですが。で、こっから出て自分の耳削って外に出るのもどうなんでしょうという感じですが、ここがもう一段階薄いとこだから、こう入るんだな。オッケー。で、ここもこう入って、で、こう来て、こう来て、こう。いいよ。で、これが入ったから、こうして、もう、ま、これはもういいんじゃないかな。で、こう来て、ね、もうこうするしかない。で、この辺をちょっと増やしとく。で、どうしよう。もう、なくなっちゃった。茶色テラコッタじゃねえや。ちょっと、はい、なんだっけ。それ何色？ちょっといい感じの色のテラコッタがなくなってしまったので、ここはもう雰囲気でいきたいと思います。まあ、いいんだ。この辺はまあ、わかればいいから、こう来て、で、こうして、こう来て、こう来て、こう。いいんじゃない？紙っぽくなってるとは思います。よーし、じゃあちょっと MK さん微調整しますね。オッケー、微調整が完了しました。ちょっと紙のところに足場ブロックが乗っちゃってるので、あれだけ取りに行きましょうか。MK さんの紙にホコリがついてるみたいになっておりました。ちょっとぐるっと一周見てみましょうか。はい、足場ブロックを壊して、いいんじゃない？めっちゃ良くない？ほら。こういう感じで見てく？ほら。MK 散歩ぐらい、こっからはもう違うな。で、後ろ側もこんな感じ。いい感じのグラデーションにはなってるんじゃないでしょうか。で、ここも耳が出てて、で、前髪がちゃんと出っ張ってて、OK！ 素晴らしい。完成でいいと思います。そしたら今度は内側を作っていきましょう。ドアをじゃあ、ここにしようか。耳の下のところにちょっとドアを作って、で、中をちょっとくり抜いてっていうかもうくり抜かれてはいるので、この中に、はい、こちら、木材を敷いていきたいと思います。これが結構また時間かかりそうだな。で、ちょっとね、ここのドアは、これにしましょう。いいんじゃない？わかんないでしょ。これで、ここに隠しドアがあって、中が実は家になってるみたいな、そういう感じになっております。そしたらちょっと待って、先に明かりをつけたい。明かりをつけないと暗くてさ、で、いやでも明かりつける前に地面か。よし、じゃあ地面掘っていきましょう。で、ちょっとね、この、樫と白樺で2色にしたいと思います。地面と天井を白樺にして、壁か。壁を樫にして、ちょっとおしゃれな感じにしていきましょう。敵が湧く前にささっと作業しないといけませんね。これで中にクリーパーが湧いて爆発されましたってなったら MK さんもちょっとショックがでかくて、今日はもう収録をやめてしまうので、そんなことにはならないようにささっとやってしまいましょう。あ、いいんじゃない？結構木も合ってる気がする。はい、で、木をここに入れて、で、樫で今度は壁を作っていくと。これが時間かかるぞ。頑張っていきましょう。はい、ラスト1面。これ上からやった方が早いですね。あー、間違えた。あれは壊しておいて、そう、斧忘れちゃったんだよね、MK さん。だからちょっと、あんまりミスしてね、置くと大変なことになるわ。はい、こう来て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 、そしたら今度は白樺で天井を作っていきましょう。天井もさっきの方法でいけるかな。あー、微妙だな。ちょっとね、ギリギリ届くか届かないかなんだよな、天井が。あらら。こうなると斧がないんだってば、MK さん。はい、ツルハシで頑張って削って、残りちょっと、頑張って天井、ジャンプしながら張っていきましょう。ラスト1個、OK。そしたら今度はこちら、柵をここに4つ立てて、ほいって、ほい、ランタンをつけていきましょう。これでやっと明るくなるかと思います。はい、3-4、OK! いいんじゃない？ちょっと待てよ。あー、扉が。はい、扉を開けると、中がちゃんと家になってると素晴らしい。そしたらここに最後、ベッドと作業台とかまどを置いていきましょう。どんな感じ？まあ、こうでいっか。で、作業台、
かまどと。オッケーいい感じのお家になったんじゃないでしょうか。ここはなんか隠し部屋ですね、MK さんの。はい、でここを出ると MK さんの顔になってると。とても初見だと家だとは思いませんよね。あ、こういうなんか飾りというか、まあオブジェというか、なんか作ったんだなみたいな感じに思いますが、実はここがドアになっていて、中に入るとお家だと。素晴らしい。結構今回は MK さん満足した建築ができました。よーし、じゃあ今回はこれぐらいで終わっておきましょう。次回は何作ろうかな。なんかこういう感じでコンクリートブロックとかテラコッタを使って顔とかを再現するのはいいかもしれませんね。また何かいいのが思いついたらやっていきたいと思います。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。